こんにちは、羽根です。今日は、ぽっこりお腹というのを解消するための方法について、ご紹介いたします。私自身ですね、以前は、ちょっと今よりも14キロぐらい、ちょっと多かったですね。で、その時に、まあ、それでも、私背が高いもんですから、まあ標準体重ではあったんですけども、体脂肪がちょっと多くてですね。で、どうもこうですね、立ってるとお腹がポコーンと出てる。下っ腹がですね、ポコーンと出てる感じだったんですね。あ、何なんだと。体重は、まあ標準に収まってるのに、体脂肪率は多いし、なんかお腹もポコーンと出てる。何なんだこれは、ということでですね、思っていたわけですけども、こういうですね、ぽっこりお腹っていうのを解消するための方法について、ご紹介いたします。これ別の動画でも、紹介しているんですけれども、この丹田、このへそ下のへそに指当てて指3本の根っこを当てる。それでその下に指をもう一回当てて、この部分ですね、ここの部分を丹田というふうに言われて、体の中心というふうに言われています。ここを中心に体を動かしていくと、武道であるとか、そういうもののですね、理にかなった動作というのができるようになるというふうに言われていますが、ここの丹田の部分を、鍛えてあげることによって、このポッコリお腹というのが解消できるんですね。で、このポッコリお腹がなぜ解消できるのかなんですけれども、これはですね、で、他の動画ではですね、その、ポッコリお腹解消のやつ、一つとして、息を、吐き切って、お腹をへっこませながら息を吐き切る。それで、その状態で過ごす。というのをご紹介しています。まあ、もう一つの方法としては、イメージとしてはですね、ワンサイズ小さいジーパンをですね、無理やりお腹をへっこめて吐くんですね。へっこめて、ふんとへっこめながらグッ。で、それがボーンといかないようにですね、へっこませ続けるわけですね。こういう状態で、まあ、一日をお過ごしくださいと。そういうことになってるんですけども、これをやることによって、ポッコリお腹解消していくんですが、これはなぜなのかということですね。これはですね、実はポッコリお腹の正体は、内臓なんですね。このお腹の中にある、まあ、小腸、大腸、まあ、胃だとか、肝臓、腎臓、その辺ですね。そういうものの、内臓はですね、ヒューと下がってきちゃってですね、下の方に溜まってるわけです。で、溜まった内臓が、このお腹をですね、ボコーンとこう、押しちゃうわけですね。ほいで、ポッコリお腹になってるわけですね。これなんで、この、下がってしまったのか、ということなんですね。実はですね、これ、腹横筋という筋肉が関係しています。腹横筋というのは、お腹の横の筋肉というふうに書くんですね。この背中の背骨の辺からですね、ぐるーっと腹巻きのようにですね、体を横に取り巻いている筋肉です。特にですね、ぎっくり腰とかやった場合にですね、コルセットとかされる場合あるんですね。あれはですね、腹横筋のサポートをしてるわけですね。ですから、実は自前でもコルセットと同じような働きをする筋肉を持ってるわけです。この腹横筋が弱まってくると、この内臓をですね、腹横筋がぐっとこう、保っててくれてたわけなんですが、これがですね、弱くなってくるとぐーっとこう下がってきちゃうんですね。これがポッコリお腹の正体なんです。ですからですね、実はですね、この腹筋、お腹出てきたな、腹筋やろうとか言って、腹筋をですね、こう頑張ってやることがあるんですが、全然効きません。これは効きません。お腹をこの辺のですね、筋肉がつくだけでですね、腹横筋には効いてないんで、これ効果ないんですね。ですから、この
腹横筋を効果的に鍛えるにはですね、息を絞り出す、絞り出す、吐き切って止める、お腹はへっこめた状態、この状態のまま、日常を過ごすということがすごくこの強化に、腹横筋の強化につながるんですね。まあわざとワンサイズ小さいジーパンを履いといてお腹をずっとへっこませ続けても構いませんけども、そのような感じでですね、腹横筋というのを鍛えてあげると、このポッコリお腹というのは劇的に解消していきますので、ぜひお試しください。副次的な効果としても腰痛の解消であるとか、ぎっくり腰の予防、そういうものにも、絶大な効果ありますので、ぜひ試してみてください。というわけで今日は、ポッコリお腹というのを解消するためのエクササイズ、この腹横筋のエクササイズですね、息を吐き切って止める、その時のお腹の状態のまま生活をする、力をある程度入れたまま生活をするということについて、説明いたしました。今日もお聞きくださりありがとうございました。